ホワイトチャペルは、イングランドのロンドン市街、タワーハムレッツ特別区にある、インナーシティ地区。チャリングクロスの 5.5km 東に位置し、西側ではオームネビショップスゲート、北側ではファッションストリート、東側ではブレーディストリートとキャベルストリート、南側ではザハイウェイと、それぞれの通りが境界となっている。バングラデシュ系英国人を中心に、多様な民族が居住している。 切りジャックで有名な1880年代後半に発生したホワイトチャペル殺人事件の犯行現場としてよく知られる。これまでに100人以上の容疑者が犯人の候補に挙げられてきたが、真犯人は事件から1世紀余りを経た2019年現在も未だ判明していない。1905年のホワイトチャペル、ハイストリートホワイトチャペルの中心は、 ホワイトチャペルロードとしてさらに東へと伸びるホワイトチャペルハイストリートで聖マリアに捧ぐ小さな教会にちなんで名付けられた。教会の教区牧師は1329年のヒュードフルボーンで理由は不明だが1338年頃にはセントメアリー・マット・フェロンと呼ばれるホワイトチャペル地区の教区教会となった。教会は 第二次世界大戦中の攻撃により破壊されたが、跡地とその共同墓地のあった場所は現在、通りの南側に面しており、公園になっている。ホワイトチャペル、ハイストリートとホワイトチャペルロードは現在、A11 道路の一部をなしている。これらは古くは、シティオブロンドンとコルチェスターを結ぶローマ街道の最初の区間だった。後の時代には、このルートを通って、 ロンドン市内を行き来する旅行者は、ホワイトチャペル、ハイストリート沿いのコーチング院に宿泊するようになった16世紀の後半に入る頃には、ホワイトチャペルの郊外と周辺地域は、ロンドンのもう半分になり始めていた。アルドゲートの東側、市壁の外側で役所の統制が及ばない場所に位置し、特に川なめし工場や醸造所、鋳造所及び食肉処理場などの悪臭を放つ。 業務を扱う工業施設が集積した。1680年、ホワイトチャペルの教区牧師であった、セントメアリー・マット・フェロン教区のラルフ・ダベナント牧師は、教区の40名の少年と30名の少女の教育のために遺産を残した。ダベナント地方補助学校は1966年にホワイトチャペルからラフトンに移転したが、ダベナントセンターは今も現存する。 17世紀から19世紀半ばにかけて産業や商業の利益を求めて田舎の地方からロンドンへと人口が流入した結果ホワイトチャペル周辺には多くの貧困者が定住するようになった。1797年ノアの反乱で中心的役割を担ったことで公主刑にされたリチャード・パーカーの遺体が夫人に引き取られホワイトチャペルにて埋葬された。 埋葬前の遺体を見ようと、群衆が押し寄せた。1840年代までにホワイトチャペルは、ワッピング、アルドゲート、ベスナルグリーン、マイルエンド、ライムハウス、ボー、ブロムリー・バイ・ボー、ポプラー、シャドウエル及びステップニーと共に、リケンズ的ロンドンに発展していったが、貧困と過密状態の問題を抱えることとなった。ホワイトチャペルロードそのものはこの時代はそれほど不潔な。 わけではなかったその周りにある不潔で危険な小さく暗い雑然とした路地が問題であった。例えば、ドーセットストリート、スロールストリート、バーナーズストリート、ウェントワースストリートなどである。ウィリアム・ブースはキリスト教リバイバル教会を創設し、テントで福音の伝道を行い、1865年にホワイトチャペルのトーマスストリートにフレンド墓地を作った。他の人々も、 彼のキリスト教伝道会に参加するようになり、1878年8月7日にホワイトチャペルロード272番地で行われた集会で救世軍が設立された。彼の貧者救済のための伝道と活動を記念する像が作られた。エドワード7世を忍ぶ名番ビクトリア町においては多くの移民、とりわけ、 アイルランド人とユダヤ人の転入によってイングランドに居住する民族の貧困層の基礎的な人口は増大した。1883年から1884年、イリッシュ劇場の舞台俳優、ジェイコブ・アドラーは、このホワイト・チャペルへ深く入り込むほど、より心が沈むのだ。ここはロンドンなのかロシアでも、後年のニューヨークの最新のスラム街でも、 1880年代のロンドンのような貧困を目にすることはないだろう。と記した。この特有の貧困状態に置かれては、多くの女性が売春婦へと借り立てられた。1888年10月の時点で、ロンドン警視庁は、ホワイトチャペルには1200人のかなり階級の低い、売春婦と62の売春宿が存在すると推定した。チャールス・ブースの著書。 ロンドン市民の生活と労働の中では特にブラックウォールレールウェイに属するブラックウォールビルディングと呼ばれる貧相な住宅について言及されている。これらの売春婦は11件のホワイトチャペル連続殺人事件に関係しており、そのうちの数名は伝説的な連続猟奇殺人鬼として知られる切り先、ジャックによって殺害された。これらの襲撃事件は畜内および 全国の広い範囲に恐怖を与え、当地区のやばきさや不道徳さの改革に生き込む社会、活動家の注目を集めた。しかしながら、21世紀の今日においてもこれらの犯罪は未解決である。18世紀から現存するロイヤルロンドンホスピタルの休館1902年、アメリカ人作家ジャックロンドンは、 ジェイコブ・リーズによる独創的な本、住む世界が違う人たちの暮らしのようなものを書きたいと思い、ボロボロの服をまとってホワイトチャペルで暮らし、その経験の詳細をどん底の人々に表した。リーズはその直前にアメリカの主要都市の広い地域における驚くほどひどい状況を表したところであった。社会主義者であったロンドンは、 近代資本主義を生み出した国の主要都市の状況を調査する価値があると考えた。彼はイギリスの貧困はアメリカよりはるかに劣悪であると結論付けた。ホワイトチャペル及び他のイーストエンド地区の貧困、ホームレス、作種的な労働環境、売春及び高い幼児死亡率は世界に類を見ない最大の財産として定期的にホワイトチャペルで集会を開いていた。 フェビアン協会のメンバーであったジョージ・バーナードショーからロシアから亡命していた時にホワイト・チャペルに住みそこで集会を開いた例人に至るまでのあらゆる過激派の改革主義者及び革命家の注目を集めたこの地域は今もシャーロット・ウィルソンが設立した無政府主義系出版社であるフリーダム・プレスの本拠地であるエレファントマンとして知られるジョゼフ・メリックは ホワイトチャペルで有名となった。彼はホワイトチャペルロードの見せ物小屋で工業を行った。その後、その小屋の向かいにあるロイヤルロンドンホスピタルでフレデリック・トレベスが診察をすることになる。ジョゼフ・メリックの生涯を紹介している博物館が存在する。ホワイトチャペルは20世紀前半はいくらかはマシになったものの依然として貧しい状態であった。第二次大戦中に ザブリッツ及びナチスドイツの報復兵器による攻撃で大きなダメージを受けた。それ以降、ホワイトチャペルはその悪評のほとんどが消えた。ありがとうございます。